昨日行われた名人への挑戦者を決める A 級順位戦のプレーオフ。藤井五冠は10人の A 級棋士が総当たりするリーグ戦で7勝2敗の首位で並んだ広瀬章人八段との直接対決に先手番で臨み、藤井五冠が勝って名人初挑戦を決めました。藤井五冠は来月5日に開幕する名人戦7番勝負で挑戦する渡辺明二冠からタイトルを奪取すると、谷川浩司17世名人の持つ21歳2ヶ月という最年少名人記録を40年ぶりに更新します。